東海旅客鉄道浜松工場。浜松工場は、静岡県浜松市中区南伊庭町一の一に、所在する東海旅客鉄道 JR 東海の車両工場である。新幹線鉄道事業本部の管轄下にあり、同社が所有するすべての新幹線車両の全般検査、及び ATC 特性検査などの車両研修を行っているほか、 以前は一部の在来線車両の中間検査 B、全般検査、おめし車の牽引前の臨時検査などの隠し検査を行っていた。新幹線と在来線の双方を扱っていたため、狂気、標準気供用の参戦機場線路が、校内各所に多数存在する。新幹線の車両基地の中で唯一、在来線の車両基地を新幹線に対応できるよう、改修している。 他の新幹線の車両基地は当初から新幹線専用で新設された。管理部門として総務課、経理課、研修管理課、品質管理課、設備課、教育センター、技術センター、研修部門として、組立職場、第一電車職場、部品職場、電気職場、台車職場、鉄鋼職場、検査セターの各部署に分かれている。 旧日本国有鉄道、国鉄での工場略号は、h m 検査済みの車両には、浜松港と表記される。2014年4月現在の検査担当形式を、記す。2010年7月29日、JR 東海は、従来使用されていた、全般検査の新幹線の研修ラインを大幅に改善するとともに、 震災に際しても新幹線が長期間不通とならないよう全般検査の機能を維持するために校内の約31万8千平方メートルの建屋のうち10万9千平方メートルを建て替え1万5千平方メートルを耐震補強することを発表した従来の研修ラインでは十六両編成の新幹線車両を一両ずつ開放しその後 工場の西側で入れ替え動車により入れ替えを行い、トラバーサ、並列する線路を横移動する機械で工場へ移動する。入場後、解体作業場において天井クレーンを使用し車体と台車を分離する。車体に装備されている主電動機、機器類、充電装置などの部品は取り外し部品検査場に送られ分解、清掃、検査、組みをする。車体は 天井クレーンで移動し車体検査場で検査、修繕後に、車体塗装場で再塗装をする。台車は、入れ替え動車と、トラバーサにより台車検査場に送られ分解、検査、組み立てをそれぞれ行った後に、手電動機や、機器類などの部品を車体偽装場で車体への偽装、取り付けを行う。その後、車体のせばで車体を天井クレーンを使用し、台車に乗せる。 工場の西側から入れ替え動車、トラバーサで出場を及び移動を行う編成を蘇生する流れとなっていた。新しい研修ラインでは編成から4両を分離、4両単位で工場の西側から入場自然作業場に入れ替えする。そこで車体の屋上というか下で電気機器類のコード類などの電気的な縁切りや車内の座席の取り替えを行う。その後、 一両ずつ分離し順番に解体作業場に移動する。解体作業場で車体と台車の分離を、天井クレーンの代わりに車体と、その前後の台車を連動して持ち上げる、リフティングジャッキにて、車両を持ち上げた後、台車用、リフティングジャッキを下げることで台車と車体を分離し、車体は仮台車に乗せて移動する。車体乗せ場でも、天井クレーンの代わりに車体と、 その前後の台車をムラジし持ち上げるリフティングジャッキを使用し仮台車に乗せた車両を車体用リフティングジャッキで持ち上げた後台車を台車用リフティングジャッキで上げて車体と台車を連結するその後両方のリフティングジャッキを共に下げる車体乗せを行い工場の東側に新たに設けられたトラバーサにより移動を行い出場する編成の蘇生を行う 左回りの研修ラインを構築したことで、車両の入れ替え作業を大幅に削減できるようになった。台車検査場では、臨時区の中空軸の内部検査の検査、測定作業を自動化した。部品検査場には部品を収納する、立体格納庫を新たに設置し部品の収納、取り出しは、コンベアーリフト、自動搬送車、ギーフで行う。車体塗装場では、 完全に自動化するとともに、塗料を油性から水性に変更することで人体に、有害な気発性有機化合物の影響をなくしているが、温度と湿度の管理がシビアになるため、ドライスクラバーと呼ばれる空気清浄装置で、調整された空気を循環させている。業務を継続しながら、改修工事を進め、二千十七年一月五日から、新研修船での全般検査を開始し、 2019年3月までにすべてのリニューアル工事を完成させる予定となっている。蓄字増築を重ねてきたために複雑な構成となっている各機能の建屋を再配置して効率化し、N700K で全般検査に15日間を要していたものを14日間に短縮した。高効率変電設備やボイラーの導入により10%エネルギー消費を削減し、 太陽光発電パネルを導入する。相当資額は約870億円とされている。またこの改修工事に伴い、在来線車両の入り出場が一切なくなったため、浜松運輸区構内から岩井石の中を通って、工場内に伸びていた引き込み線が寸断され、工場の東側に伸びていた在来線の引き上げ線と踏切がすべて撤去されている。 東海道新幹線の利用促進策の一環として、毎年7月下旬から8月上旬の土日曜日に、一般公開イベント、新幹線なるほど発見例が開催されている。工場内の設備機械、新幹線電車の運転席や、ドクターイエロー、保存車両の公開、大型クレームによる車体上げ作業実演などを行い、親子連れを中心に1から2万人の見学者を、 集めている。工場の西側の入出庫線には、公道と交差している箇所があり、第1志向踏切、西岩第一踏切が存在する。フル規格の新幹線電車が自力で通過する踏切は、ここだけであり、鉄道ファンや地元住民の間ではよく知られている。過去に JR 東海から発売されていたビデオソフトでも、この踏切が紹介されている。 その踏切で2008年10月23日、試験走行を終えて入場中だった n 7 0 0系 z 0編成の後ろ2両が脱線し4時間も立ち往生する事故が発生した。調査の結果、点鉄付きのフログ部分の摩耗による劣化に起因する脱線と判明した。その後2017年8月8日にも出庫中の N。 700系16両編成のうち9号車から11号車までの3両が脱線事故を起こしている。その後の調査で半径200メートルという構内にのみ存在する曲線区間で使用されていた枕木の犬釘が曲線通過時の大圧によって緩み線路が外側に向かってが広がったために車輪が脱輪を起こしたもの判明した。過去には牽引車によって構内入れ替え作業中だった。 100系が踏切上で脱線する事故を起こしていた。2017年4月1日現在、以下の車両が保存されており、上記のイベントで展示される。なお、電車は最終所属編成を明記する。この他に数量部品どり目的で留置されていたが、すでに解体されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。